皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は日記の動画です。今は2月で、2月というのは中学校では学年末テスト、ね、この定期テストがある月ですよね。うちの塾には4つの中学校から生徒が通ってきていて、そのうちの2つの中学校で先週この定期テストが終わりました。そのテストの問題を見て感じたことを今日お話しします。テスト、最近は知識を問うのではなくて知識を使う問題、また図とか表とか資料を読んで考えて答えを出す問題、こういう問題が増加しています。具体的に理科では実験のグラフや表からどのような変化があったかを見つけて、その変化があった理由、これを説明する問題、それをもとにして計算、ね、こういう問題がありました。気象観測のところでは天気図を見てある地点の天気の変化、これからの天気の変化、これを予想してその理由を説明する問題、こういう問題が入っていました。社会では産業などの資料やグラフからこのグラフがどこの地域のものか、ね、これ特定する問題で、絵や写真から、ね、昔の写真そして今の写真とかこういうものがあって、どのような変化がこの地域で見られるかという、こういう問題も入っていました。歴史の部分では事件が起きた背景を説明する問題、さまざまな政策、特に明治時代いろんな政策やりましたよね。その政策を行った理由、学制なんかがあったんですよね。小学校ができたんですけれど、最初の頃って小学校に通う子どもが少なかった、その理由はなぜか、こんな問題もありました。そして英語では英作文の割合が増えています、ね、これはやっぱり使える英語ということを意識してこれが増えたんじゃないか、そんな風に考えています。こうやって見ると理科も社会も理由を問う問題、説明する問題ですよね、これが増えているということは、勉強するときもそういうことを意識して勉強しないといけないということになります。ですから言葉の意味をしっかり捉えて、ね、なぜそういう変化があるのか、なぜそうなるのかっていうのを理解して、そして勉強していかないとだん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 問題を解けなくなっていくということが言えるんですね。ですから皆さんね、家で勉強するとき、まあ、宿題もそうですけれど、なぜそうなるのかという部分を意識した勉強をしてみてはどうでしょうか。今回は中学校の定期テストの傾向、特に2月テストを見て思ったことをお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。